ごめん、夏さんの方がちょっと今入れ替え中で、もう始まるんだよね。始まる。ちょっと待ってよ、ごめんね。始まる。じゃあ、しずさん、よろしく。OK。はい、ごめん。少々のマンコーラジオ、皆さん、どうもこんばんは。7月の17日の金曜日、始まりました、眠い系音楽ユニット木綿少々のマンゴーラジオです。どうも、お腹空いてます。木綿の少々です。ちょっとあのね、今日ちょっと空腹がね、空腹なんすよね。ちょっとお腹空いてますね。皆さんお腹空いてないですか？空いてないね。そうね、もうちょっとね、かなり今日は腹ペコ状態でお送りいたします。木綿少々のマンゴーラジオです。はい、先週ね、エレメントオブザモーメントさんがゲストでね来てくれて、皆さんいかがでしたでしょうか？素晴らしかったんじゃないですか。もうね、本当に先週ちょっとね、ゲストの皆さんいらしたので、あんまりちょっとリスナーの皆さんとお話できませんでしたので、今日はちょっとね、のんびりゆっくり、いつもののんびりゆっくり眠い系マンゴーラジオでいきたいと思うんですけどね。皆さん、世の中はなんかもう今日から夏休みらしいですね、世間的にね。羨ましいね、夏休みね。夏休みいらないんじゃないかなと思うけど、ダメ？夏休みいらないでしょ。いらないよね。羨ましいけど、私も夏休みしたい。私もバカンスしたい。サマーバケーションしたい。はい、そんな大人の皆さんのメッセージを今日はお待ちしております。
そうそう、今日ねテーマないんですけど、ちょっと私最近英語を勉強してるので、せっかくなのでちょっと英語のなんか質問とか募集してみようかなと思うんですけど、Please give me English questions. I speak English tonight my radio. 合ってるかわからない。メールが 761@fmkoza.jp、 そしてツイキャスユーストリームでもメッセージと質問、人生相談、愚痴、何でも募集してます。はい、今日ちょっとね木綿をちょっと今日はBGM にしてみてますけどね、こっそりこっそりちょっと木綿の CD をかけてみておりますが、ちょっと新曲作ったから今日どっかで歌おうかなと思ってるんですね。あとね、今日ちょっとね、あのコザ流英でちょっと事件があったので、ちょっとコザ流英事件後でちょっとお話ししましょうね。はい、ということでですねはい、じゃあ今日の1曲目いきたいなと思うんですけど、今日の1曲目はですね、もう夏といったらこれしかないでしょうっていうのをちょっとかけたいと思いますが、あれない、これだ、よし。じゃあ今日の1曲目はスチャダラパーでサマージャム95。晩ご飯プロテインはい、あごだしさんこんばんは、皆さんこんばんは、ごめんなさい、そうです、あ、すごい、かずきさんドキドキしたり覚えてくれてる、ありがとうございます、もうみんな洗脳されておるね、はっはっはっはて酔っております。こんばんは、ゆきさん。お疲れ様でした。夏休みですね。焼けたね。なんで何もしてない。どの辺が焼けてんの。で全く外に出ていませんが。やばい。大丈夫かな。道を歩く外国の方が合図をしてくれました、ありがとうございます。はるきさん、私何もしないよ、外出てないよ、全然仕事しと家の往復だよゆきさんもお家に帰ってきたの？
んでる。酔っ払いらしいよ、ゆうきさん。お家で酔っ払いなの。あ、曲作った。すげえ超ハイソな小学生じゃん。そんなことしてない。普通の小学生ですよ。FM ポタライブラリーをちょっと見ています。何かこうかな。ちょっとこっちにあるやつでもいいやつあったらいいのかな。はい、コマーシャルでーす。残りは CM 明け。チェックしています。そう。これ音出てるの？ちょっとチェック。はい。
どうも木綿の少々ですけど。どうもどうも。はい。ちょっと待ってよ。BGM ね。BGM かけようね。OK。ですよ。先週ゲストで来てくださった、すごいミュージシャン、エレメント・オブ・ザ・モーメントさんだったんですけどね、皆さんいかがでしたでしょうかね。今度の木曜日手だこショーホールですので、皆さんぜひ生で体感してみていただきたいと思うんですがね。はい、なんかあれなんですよ、そう、もともとね、好きでね、ライブとか見に行ったりしてたんですけど、よくギノザでライブしてるんですよね。で、そんなあれこれいろいろでちょっとお知り合い、お近づきになりまして、ゲストに来てくださったという、はい、奇跡的なことが起こったわけですが、またきっと来てくれると思うので、もうあれですよね、多分小浜本、サックスの小浜本さんがやってるバンドは全部来たんじゃないかなと思うんですけど、エレモも来たし、琉球チムドンも来たし、あとジャズギルドオーケストラも来たし、はい、みんな来てくれたので、ぜひね、エレモ見に行ってみてほしいなと思うんですけどね。はい、ちょっとツイキャス読みましょうかね。中野町の和樹さん、ありがとうございます。いい質問が来ています。少々さん、子どもの頃夏休みどのように過ごしてたの？曲作ったりとか笑いということですか？ですね、私子どもの時もう超普通の小学生だったので、何してたかというと、自分が行ってた小学校は夏休み中もプール教室っていうかプールがあって、で毎日がほぼ毎日学校行くんですよ、プールだけしに。で夏休みはもう毎日プールして、小学生の時はね、真っ黒になってっていう。であとはお家でそうめん食って友達と遊んでみたいな感じでしたね。はい、でまた中学生になった、私中学校の時は吹奏楽部だったので、この夏休みは部活ですね。夏はねコンクールがあるので、毎日練習です、コンクールまで。そう、また中学校の時はね、結構ね私活発な子供だったので、なんか子供会のなんかホームステイとか農業民泊、農家民泊とかでなんか北海道行ったりとかカナダに行ったりとか、めっちゃアクティブな中学生だったんですけどね。はい、そして高校生の夏休みはもううち高校は私定時制卒なんですけど、もう夏休みも何もないっていうか毎日が夏休みみたいなもんだったので、まあバイトですね、もう高校生の時はバイト。はい、学校ある時も毎日バイトしてるんですけど、まあ、夏休みはさらに毎日バイトですね。と私前、前にも話したかもしれないけど、新潟におばあちゃんがいるので、なんかたまにおばあちゃん家行ったりとかもしてました。もうほんと昔ながらのね、地震が起きるまでは昔ながらのお家に住んでたので、井戸水でスイカ冷やして食べたりとかしてましたけど、はい、そういう子供でした。はい。ありがとうございます。はい、エースさん、こんばんは。お邪魔するね。邪魔じゃないですよ。全然邪魔じゃないですよ。はい、秋広さん、拍手。お、何の拍手だろう。ありがとうございます。あざーす。なんか拍手もらった。あざーす。はい、邪魔じゃないですので、はい、皆さんどんどん聞いてください。よろしくお願いします。はい、でね、この1週間何をしたかなと思ったんですけどね、先週末はねあれなんですよ、私ちょっとここにチラシがあるんですけど、
なんかね、満月即興っていうね、皆さん知ってます？あのね、即興演劇をする団体がありまして、そんな団体っていうほど大人数じゃないんですけど、満月即興さんの即興音楽をつけるっていうことをたまにやってるんですけど、先週末はそれで、あのちょっと西原の方にいました。はい、これがなかなかね面白いんです。即興演劇に即興音楽をつけるっていうのはね、なかなか面白くて、はい、そういうのもたまにやっています。インプロ、はい。次はね、毎月あの満月の時にライブやってるんですけどね、8月は29日みたい、29日にあるので、ちょっと場所わかんないけどね、だいたいなんか西原のスタジオパフォか、まあ、那覇かその辺でいつもやってるので、皆さんよかったらぜひ見に来ていただきたいと思うんですけどね。はい、そういうこともやっています。はい、ということでですね、そう、一応あの、まあ、原点に振り返りまして、お前は誰かとあの説明をじゃあちょっと今、なぜか今このタイミングで入れますと、私は眠い系音楽ユニットモメンというバンドをやっている少々です。今更っていう感もありますが、どうぞお見知りおきを、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日はあの英語の質問募集したけど来ないけど、どうなってる？皆さん英語なんか質問送ってPlease give me English questions Please give me English questions ですよ。はい、合ってるか分かんないけどね、皆さん英語の質問ください。そう、最近ちょっと英語の勉強をしてて、週に1回ぐらいなんかこの外国の人となんかオンラインでちょっと英語教室やってて、で残りの日はなんかそれの復習とか翌週の予習とかをちょこちょこやって、なんかちょこちょこ英語ね勉強してるんですけどね、もう全然覚えてないんですよね、中学校の時やったことなんて。そうですよ、多分ねこれねあれなんですよ、忘れているのか多分でもねあんまり好きじゃなかったんだと思うんですけどね、興味がなかったのか全く記憶にないんですよね、残念ながら。で1から文法からやってみると、あ、なんかこんなのやったような気がすんなみたいな、こんなのなんかや勉強したような気がすんなっていうのがちょこちょこ出てくるんですけど、でも全く覚えてないんですよね、なんでかわかんないですけどね。やっぱ丸山っていうね、丸山っていう英語の先生だったんですけどね、丸山が悪いんだ多分ね丸山のせいだ、丸山のせいってことで丸山がねちょっとねダメなんだ、きっと丸山の教え方が悪かったんだね。はい、丸山結婚したかな、はい丸さんってあだ名でしたけどね、はい、もう本当にもうなんか丸山って感じのルックスで説明しにくい丸山って感じのルックスとか説明しにくいんですけど、丸山って感じのね先生だったんですけど、はい、独身の、はい、30半ばぐらいの、はい、結婚したかな、元気かなそうそうそう、であれなんですよね、多分発音もあんま上手じゃないんですよ多分発音もあんま上手じゃなくってすごいこき落としてる丸山をあ、上手じゃなかったと思うんですよね、うん、なんかたまにあの ALT の英語の先生、なんか外国の方が来るけど、あんま通じてなかったと思う言いたい放題いやでもいい先生なんですよ、はい、お、たろすけさんから英語の質問が来た。 The plan for tomorrow と来ています。I go to
I go to part time work. But I go to part time work tomorrow. I go to part time work tomorrow. そんな感じですね。はい、明日はバイトです。夏休みないし、バイトだし。はい、そんな感じの週末ですよ。いつもね。はい。だって中学生お金かかるんだもん。そう、そうなんですよ。そうそう、でさっきちょっと木綿の話に触れましたけど、木綿ちょっとね来月ぐらいライブやることになりそうなので、ちょっとこそっと今言っとこうかな。8月のね半ばぐらいに那覇でやりそうな感じの今空気になっていますので、気が向いたら那覇までぜひ聞きに来ていただければとね思いますけどね。はい、ということでですね、夏といえばこれだろうって今いう曲をね今日はちょっとガンガンかけていこうかなと思うんですけどね。何しようかな。わかりにくいな。OK、 じゃあじゃあビーチボーイズでビーチボーイズでじゃあグッドバイブレーションかけちゃおうかな。夏といえばっていうねところでね、そういう感じかな今日はね。ちょっといろいろ迷うんだけどね。じゃあグッドバイブレーションいこうかね。はい、更新しました。ギノザにも北欧のアーティストが来るぐらいだもんね。そうなんですよ。ギノザはね、外国のゲストが多いので、英語喋れると、なんと、イミッチャオッサンさんが来た。イミッチャオッサンさんが来てくれた。やったー。焼き鳥。やったー。あっ。やったー。What is the end famous person of Okinawa? The building? Building? What is the end famous person? イミッチャさんイコール焼き鳥。だからよ。やばい、イミッチャさんイコール焼き鳥化してるぞ。イミッチャさんが焼き鳥持ってきてくれた。やったー。お腹すかしといてよかった。めっちゃ腹ペコだった。イミッチャさんに来たら安心。パーソナリティの味方、イエーイ。え、本当に焼き鳥焼きを聞いたの？あ、焼き鳥焼きを聞いた。なんか言ってるけど全然聞き取れなかったけど大丈夫だ。
待てよ。あと42秒。あと42秒。やったー。あやだやだ、本当に。え、本当に。もう。え、こんなにいいんですか。おお、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。いいですか、こんなたくさん。ちゃう、みっちゃおじさんやでってなんか初めみっちゃおっさんってからメールくれたんだもん。ちょっとじゃあ CM 行きましょうね。やったー、お腹すいたよー、お腹すいたよー。あー、焼き鳥がいっぱい入ってるー、すごーい。でかい。うまい。うまい。でかい。うまい。とてもおいしい。うん。はいはーい。なんか今のすごいよ。今ね、曲中にあのいみっちゃおじさんさんが来てから焼き鳥を持ってきてくれた。ありがとう。めっちゃうまい。でかーい。子供のお菓子まで。ありがとうございます。やったー。やったー。ちょっともう一本食べちゃった。すいません。はい、太郎介さん、いみっちゃさんイコール焼き鳥って言ってます。いみっちゃさんイコール焼き鳥なんて。はい、太郎介さんが英語の質問をまたくれましたよ。これ全然今ね、さっきね読んだけど分かんなかった。 What is there in a famous person famous person of Okinawa the building? んと沖縄の有名、ん？有名な人が建てた、有名な人が建てたもの？何がある？な、わかんない、全然わかりません。 What is there in a famous person? What is there? 何がある、フェイマスパーソン、有名な人、オブ沖縄、沖縄ザビルディング、建物ですよね。わかんないよ、そのなんか全然わかんない。はい、あごだしさん嬉しそう。ありがとうございます。 AKB ファンさん、後でゆっくり食べやビール買って。そうですね、ちょっと今日はビールを飲みます。はい。ありがとうございます。あ、えみっちゃおじさんさん、ちょっとそこで今見てくれてるんですけど、なんかコメントをくれました。チューブ通ったラジオからお腹を空かせた女の子の声が聞こえてきたから焼き鳥持ってきましたよ。ありがとうございます。はい、とってもあのあれでした、あのひもじかったです。
やっとございます、やっと。そうそう、でね、今日小座流営で事件があったんですよ今日もあの仕事終わっていつもの通り小座流営にあの今週の上映情報の写真を撮りに行ったわけですよ。いつもポスターを撮ってくるんですけど、写真を。でそれをカメラをこうちょうど車を止めてカメラを向けて写真を撮っている時に、中から小座流営のおばさんが出てきたんですよあの働いてるおばさんが中から出てきて、あ、やばい、私が写真を撮られているところを見られてしまったと思ってやばい、見られたと思って、で焦ってたらそのおばちゃんがもっと撮りなさいってもっと撮りなさいって言うんですよ写真もっと撮りなさいって言われてで、まあちょっとあのこのままなんか写真だけ撮って逃げたらなんかちょっと変な人だと思われたらやだなと思って、あのちょっと車から降りて、で私あの FM コザというあのコミュニティラジオであの番組をさせていただいてます、モメンというバンドの少々と言いまして、こうこうこうでこのラジオ番組で、小座流営を応援するためにあの毎週ずっと番組を始めた時からあの小座流営の上映情報を皆様にお伝えしておりますとそしてここで初めて、FM 小座の名刺が役に立ったわけです本当に本当にやってるんですよっていうのを証拠として提出しまして、そうそうなんですよ。であのこうこうこうでこういう事情でってこうそしてしたら、なんかあのちょっと中に入るとお金がお金がかかってしまうのであれだけど、まあ外で写真を撮るのは全然どんどんやっていただいて構わないですし、あの応援してくれてありがとうございますということで、はい、で名刺も渡したので、ちょっと今度何か取材をさせてもらえませんかと言いまして、はい、あのありがとうございますって返事が来たんですけど、これはどっちに撮ればいいのかな取材していいよって意味なのか、取材ダメってことなのかもちょっとよくわかんないんですけど、そしてちょっといろいろ質問をしていくつか判明したことがありまして、あの小座流営は、3本1100円です3本見て1100円です。はい、それは今日確認してきました私そして営業時間はやはり夜8時までですはい、というのが本日の収穫になりまして、もう小座流営で働いているおばちゃんとも、もう今日からマブダチなので、もう次からは堂々と車を降りて小座流営のポスターの写真を撮れるともう人目を気にすることはないということで、そうですね。でもなんか小座流営結構あのおばちゃんの話だとなんか東京の大学生とかがあのレポートを書くためにあのよくなんかしばらくいさせてくださいみたいなことを言って、あのなんかレポート書くために写真撮ったりとかしに来る生徒が結構いるらしいんですよね。そうで大学生とかだから、私のことを多分そういう大学生だと思ったんだと思うんですよ多分ね。でもこうこうこういう事情ですよっていうことでできたので、これでもう小座流営ともコネクションができたので、次はちょっと小座流営鑑賞券をねゲットしていきたいなと思ってるんですけどもうちゃんと名刺も渡したしね、 OK ですね。はい、さあさあメールも続々来ておりますよ。てかさっきのあの質問、英語の質問のやつ、あの太郎介さんちゃんと答えを教えてくださいお願いしますはいはい、いや、あ、
和樹さん、まさかのもっと撮りなさい。そうなんですよ、まさかのもっと撮りなさいですよね。写真撮ったらもっと撮りなさいって言われたので、もっと撮っていいわよって言われましたので、はい、もう皆さんもぜひ撮りに行ったらいいと思います。はい、ゆみっちゃおさんさん、なんか集団で見回りが回っています、スタジオ前にいっぱい変なって。そうですよね、さっきなんかどっかの中学校か小学校かわかんないけど PTA っぽい感じの人がたくさん通りましたね。まだいる、あ、まだいる、あ、向こう行った。そうですね、夏休みだからね、やっぱね、見回りがね、そうそうあるみたいね。やっぱね、沖縄市とかね、中学生ちょっとやんちゃなんですかね、どうなんでしょうね。はい、中野町の和樹さん、大変だ、見回りの皆さんが焼き鳥目当てにやってきたようだって言ってる。やばい、私の焼き鳥取られる。焼き鳥あげないよ、ちょっと焼き鳥取りに行ったもん。焼き鳥一人一人ですよ。あ、ありがとうございます、なんか応援されてる、やったー、ありがとう。え、あ、いや聞こえないけど、あの独身術で。あ、今、はいはい、全国全国全国。ごめん、嘘ついちゃった。うん、この辺の FM 小座なんで、沖縄市近辺でね、はい、やっておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、顎出しさんグッって言ってる。そうですね、これはちょっと今日は大きな収穫だと思いまして、はい、和樹さん、上映時間が健全すぎる。そうですよね、8時までってね。ゲームセンターより健全ですよね。はい、いみっちゃさん、しょしょさんが俺を見て小座流営のシステムを説明をしてた。そうですよ、今日じゃあなんならいみっちゃをおじさんさんの方を見ながら小座流営を読みますよ。なんなら。はい、太郎介さん、さっきの英語の質問何でしたっけ、英文は What is there? What is there? What is there? なんどこだっけ、どこだっけ、 What is there in the famous person of Okinawa the building?あはは、なるほどね。アンドじゃないのじゃん。大きいフェイマスパーソン and building of 沖縄じゃないの、違うの、違うのか。はい、沖縄の有名な人物、建物には何がありますか。建物がピンとこないな、太郎介さん。沖縄の有名な建物ってなんだろう。首里城か、そういうやつか。首里城とか、首里城とか、人物は具志堅用高だよね。はい、すいませんでした。There is 用高具志堅。I hear for the first time this radio program. Thank you. Nice to meet you. I'm Shosho from Momen. Momen is sleepy.Music. あ、モメン is バンド、バンド、バンド、バンド。Sleepy Music. We play, we play Sleepy Music. すいません、こんな感じでいいでしょうか。はい、あれやばい、今日私新曲のねんねこやる予定だったけど時間がなくなってきたからもうやろうかな。ねんねこなんですよ。ねんねこっていう曲を、ねんねこっていうアルバムにしようと思って、それでそのねんねこっていうアルバムのためにねんねこっていう曲を書いたの。で、それをちょっと今日
今日やろうと思って張り切ってきたんですけど、楽譜が出てこない。あった。よし、じゃあやります。いきなり始める。じゃあねんねこを歌います。Hello。あれもこれも欲しいな。でもお金がないからね。あれもこれも食べたいな。でもお金がない。ありがとうございますっていう家宝は寝て待てねんねこねんねこという曲を作ったんですけどはい、皆さんなんかいっぱいコメントくれてる、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。みっちゃさん、新曲生で聴けて焼き鳥持ってきた甲斐があったぞ、ありがとう。焼き鳥のお礼と言ってはなんですが、ねんねこねんねこ初披露しました。 AKB さん、また子守歌かな、眠くなってきた。私そうですよ、だって眠い系だもん眠い系だもん。はい、中野町の和樹さん、2355ではありません、 FM 小田のマンゴラジオですそろそろ2355かあたりからあのオファーが来るんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですかねあごだしさん、パチパチパチありがとうございます。 AKB さん、ユーストで聞きながら寝るわって、はい、いいでしょう。だって家宝は寝て待てっていい言葉ですよね、なんかなんかこうね、あ、タロスケさんも寝てますね、すいません
ね、だか家宝は寝て待てっていい言葉ですよね。だってなんかあれじゃん、なんか次の日いいことありそうじゃないですか ね、 ね、明日来るの嫌だなっていうよりはなんか前向きだと思うんですけど、どうすかね。はいということで、じゃあですね、本日あの命からがら仕入れてきたいつものやついきたいと思います。今週の小座流へ。やっぱエコーが効かないですねはい、今週の、沖縄市銀天街近くの沖縄で多分2番目に古い映画館小座流への上映情報はこちらです。白衣開館おっぴろげご奉仕発情娘糸引き生下着女警備員まさぐり巡回。はい、以上の3本なんですけどね。ちょっとなんか糸引き生下着ってどうなの、汚いよねなんかねちょっとあんまセンスないよねおっぴろげご奉仕はいいと思うけどね、なかなか面白いと思いますよ、はい、でも糸引き生下着はどうかなはいということでですね今週もですねお送りしてまいりました、金曜の夜のマンゴラジオ。はい皆さんどうもお疲れ様です。はい、ありがとうございました。今週もたくさんの皆さんに聞いていただいて、いみっちゃさんが焼き鳥も持ってきてくれてありがとうございます本当に。はい、今日はこれとビールでお家でちょっとのんびりして寝ようかな。はい、マーデーさんいないよここでマーデーさん来たらちょっと面白かったね確かにいないよね、いない残念ながらマーデーさんはいないようです。はい、というわけで番組を残り4分ということでですね、はい、皆さんありがとうございました。 AKB さんありがとうございます。サルスさんありがとうございます。さより姫さんありがとうございます。はい、みっちゃさんありがとうございます。差し入れもごちそうさまです。あ、皆さんありがとうございます。中野町の和樹さんありがとうございます。はい、他にもたくさん今日は、サクサク2号さんありがとうございます。なんかいつもあの初めて今日聞いてくださった人も今日は結構いるみたいでありがとうございます。はい、あ、さより姫さんビール飲みたい。そうですね、世間は夏休みなんでね皆さんあれですね、社会人もちょっと一日限定夏休みだね、気持ち的にぜひ取って、はい、疲れないように息抜きも必要ですよさあ残り2分57秒ですが、今週は木綿ライブはないです。私は明日ちょっと、明日で明後日からちょっと子供たちとバカンスしてきますので、一泊そうですよ、はい、もうビールが飲みたい。今日は早く帰ってもうビール飲むからね。はい、ということでじゃあ今日の夏ソングラストは、真心ブラザーズで、エンドレスサマーヌード。多分途中までしか分かんないと思うけどねはい、かけてお別れしたいと思いますが、じゃあ皆さんまた来週バイバーイ。音が小さいんでこの曲なんだろう。曲取られた感ある。え、かけようか。かけようと思ってたくらい。夏だからねそう、定番はかぶるっすね。これでしょう。バカンス、イエーイ、お疲れ様イエーイ、週末なんかね、あれなんですよ。
バカさん。あ、欲しい。また来週、おやすみなさい。バイ。皆さん、お疲れ様でした。耳に汗かいた。耳に汗かいた。耳に汗かいた。ゆうすけさんから差し入れいただきました。やったー。これ焼き鳥超大きいの。なんか焼き鳥超大きい。あ、これ今自分も一回いただきましたよ。すごいでかいね。あ、ゆうすけさんのもあるんですね。あ、いただきました。あ、もう切れてた。あ、違う、あ、ちょうだい。あ、大丈夫です。よしよし。よかったら、ぜひ見てください。